どうもバタヤンチャンネルです。2023年一発目のバタヤンチャンネルおしゃべり料理でございます。よろしくお願いいたします。本年もよろしくお願いいたします。私ね、サクッとバタヤンっていうあの切り抜きみたいな、めちゃくちゃ嬉しいねんけど、あのきっとどう考えてもバタ友さんが編集して切り抜きの動画作ってくださってると思うねんけど、むっちゃ面白いところちゃんとうまく編集してくれてるし、あと私がこの喋ってるところに全部文字入れてくれてね、私の喋ってるところに全部文字入れてくれてね、私の喋ってるところに全部文字入れてくれてね、これ全部やってくれてはんねん。まあそれがむちゃくちゃ嬉しいというかありがたいというか、ほんでね、なんかもう愛に溢れてるって感じ、その編集の仕方が、ああもうね、もうバタヤンチャンネルが大好きなんですね、あなたっていう、このあなたっていう言い方したらあれですけど、いやもうバタヤンチャンネルが好きなんだなっていうことがすごく伝わる。あのサクッとバタヤンの話ちょっとまた戻っていいですか。そのサクッとバタヤンの編集が愛しかないわ。もうこのバタヤンチャンネル、そしてこの私バタヤンのことが大好きなんだろうなっていうのが全面に伝わる編集、ありがとうございます。すごい時間をかけてやっていただいてるっていうのが分かるし、自分も編集したりするからね、大した編集してないけどそれでも大変だから、あんだけの文字を入れていくとすごい大変やなと思ってるの、だからありがたい、感謝です。本当にサクッとバタヤンの方本当に感謝感謝、ありがたい。だからキャベツのとことかめっちゃあとさ、あのいつもコリ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 って言うやんか、生配信の最後フリコリって言うようになった由来を全部いろんな動画を足して時系列でやってくれてんねん。私でも分かれへんわ、どこでそれをやったか全然分かれへんねんね。それやってくれてんのよ、ありがたい以外の何者でもないわ、本当にありがとうって感じ。だからぜひね、サクッとバタヤン検索していただきたいですね。今確か12本ぐらいの動画が上がって、私もどんだけチェックしてんねん。ああ、これ忘れてた、すいません。どんだけチェックしてんねんっていう感じですけど、すいません。また音が大きくなったり小さくなったりで、結構聞こえてるっちゃ聞こえてるでしょ。さっきの場所でも。ありがたいわ、本当にありがたい。だからロールキャベツの回も面白くやってくれてるしね。ありがたいよ。だってさ、切り抜き動画作りたいって思ってるってさ、いや私のファンであるとか、あとはもう面白いなと思ってくれてるっていうの、だからね、どうか動画の再生回数伸びてほしいなと思う。そんな感じやわな。カラッと上がって美味しそうでしょ。カラッとバタヤンですね。サクッとバタヤンになってカラッと、サクッとバタヤン言うても10分15分やからな。そりゃそうやな、私のいつも1時間以上やってるから、サクッとって言ってもそれぐらいの時間になる。いやーでも嬉しいわ、いろんな、ね、もしよかったら皆さんお時間のある方、ね、